生活保護減額取り消し訴訟。京都地裁が原告側の訴え退ける。国が2013日5年の生活保護費の基準額を引き下げたのは生存権を侵害していけんだとして、京都府内の市実8実大の男女42人が、国と京都市を相手に保護費の引き下げ処分取り消しと、一人1万円の医者料を求めた訴訟の判決で、京都地裁、 増森モ美裁判長は14日、原告側の訴えを退けた。国は2008年から13年の間に物価の指数が4.78%下落したとして、国は13年8月から15年4月までの3年間で生活保護費のうち、移植や高熱費に充てる生活扶助の基準額を平均6.5%、最大10%引き下げ、契約670億円を削減。 受給世帯の96%が対象となった。引き下げは厚生労働省の裁量権の範囲内か否かが主な争点となっていた。原告側は、基準額の引き下げは健康で文化的な最低限度の生活をうたった憲法25条に反すると主張。国が専門家の検討をたず、独自の指数を用い、 物価が高騰した08年を起点とした計算で C、C 的に基準額の引き下げを決めており、受給者の生活実態を踏まえておらず裁量権の逸脱、乱用があると訴えていた。国側は、生活扶助の基準額は08年以降据え置かれていたため、見直しに際してこの年を起点にしたと説明、独自の指数は、 生活不助による支出が想定される品目に着目したもので合理的であり、裁量権の範囲内だと反論していた。原告弁護団によると、29都道府県で約900人が訴えを起こし、京都地裁判決が5件目。大阪地裁は今年2月、厚労省独自の指数は客観的数値や専門的地味との整合性を書き、 判断の過程や手続きに過護や欠落があるとして原告39人に対する処分を取り消した。意見かどうかの判断は示さなかった。一方、名古屋、札幌、福岡の各地裁では、裁量権の逸脱や乱用があるとは言えないとして原告側の訴えを退けている。